ローレンス・ジョゼフ・ラリー・ドイルは、アメリカ合衆国入りの異州、ケイシー・ビル出身の元プロ野球選手。右投げ左打ち。ニックネームは、ラフィング・ラリー。ナショナルリーグ3連覇の頃のニューヨーク・ジャイアンツのキャプテンを務め、1912年には、リーグ最優秀選手に選ばれた。単行夫の息子として生まれ、 自身も少年期には、イリノイ州の炭鉱で交付として働いていた。1907年に、マイナーのスプリングフィールド球団から、ニューヨークジャイアンツに入団、当初は三塁手だったが、メジャーでは、ジョン・マグロウの震源で二塁にコンバートされ、以後二塁以外のポジションに就いたことはなかった。二年目から、ジャイアンツのキャプテンを務め、守備率が低くエラーの多かったドイルを起用する。 マグロにも批判があったが、ドイル自身は3年目の1909年から打撃面、走塁面での活躍するようになり、この年はリーグ最多の172安打を記録、またこの年から1913年まで5年連続の30盗塁以上を記録した。ジャイアンツがナショナルリーグを3連覇する間、ドイルは1911年にリーグ最多の25本の三塁打と102得点を、 記録、次の年の1912年には打率、330を記録し、リーグの最優秀選手に選ばれる。チームは1913年まで3年続けて、ワールドシリーズに出場するも、アメリカンリーグのフィラデルフィアアスレチックスや、ボストンレッドソックスの前に屈し、ドイル自身は一度もワールドシリーズ制覇を経験することがなかった。1913年オフには、 ジョン・マグローラが率いる世界周遊野球チームに参加し、日本でも試合を行っている。その後1915年にはリーグ最多の189アンダと320の打率を残し、ナショナルリーグの首位打者となったが、翌1916年のシーズン終盤にヘニー、ジマーマンらとの交換でシカゴ・カブスにトレードされる。カブスには1年在籍後、 1918年にジャイアンツに復帰。1920年まで選手を務めた後引退。引退後1942年に結核を発症した。あとはニューヨーク市郊外のさらなく小岸で長く療養生活を送った。1974年に87歳で死去。ありがとうございます。